お正月はどうやって過ごされますか？おせちを食べながら過ごしたいが現場次第ですとのことです。そうですよね。松坂屋のおせちお披露目会に登場したドアラが熱心に PR したのは、自身がコラボしたこちら。食材や重箱の木材は地元産にこだわり、ドアラのイラスト入りマイボトルもついた SDGs を呼びかけるおせちです。その他、松坂屋では350点のおせちや迎春用の料理をラインナップします。去年はコロナ禍のステイホームが追い風となり、松坂屋のおせちの売り上げは過去最高のおよそ5億円。今年はさらに 16% の上積みを狙うということです。